さん、こんにちは、こんばんは。いつもは柏には負けられないでアシスタント MC をやっていますリーです。サッカー好きの皆さん、今年も J リーグが開幕します。はい、ということで、もう今回は題して J リーグ開幕直前企画、 J2 リーグを全試合見てみようということでね、まあ見てみようというか、こんな試合がありますっていう紹介動画になりますね。まあ僕たちは普段ジェフユナイテッド市原千葉をね、応援する、そんな番組を1年ねかけてやっているんですが、まあそもそもね J2 リーグを盛り上げようっていうね、そんな気持ちを持ってやっている番組ですので、2月27日28日にね、まあ開幕します J2 リーグの第一節をね、まあ一覧をもとにね、ちょっと見ていこうと思います。ではもう早速ね行きたいと思います。まあね、ちょっと字がちっちゃくてね、見にくいかもしれないんですが、まあこちら1枚のスライドにね、すべてまとめさせていただきました。そもそも J リーグ自体はですね、まあ2月の26日に J1 リーグの川崎フロンターレと横浜 F マリノスの試合を皮切りに、まあ開幕するといった形でね、まあぜひそちらもね、金曜日平日の夜なのでね、まあ見れる方も多いんじゃないかなと思うので、まあちょっと J リーグ開幕したなっていう気持ちでね、ぜひ J2 も見ていただければなと思うんですが、はい、こちら2日に分かれております。もう早速ね、全試合ちょっと簡単に見ていこうと思います。はい、まずは27日ですね、本当に J2 の開幕になります。どちらも14時2時からですね、の試合になります。はい、北九州ホームで北九州対アルビレックス新潟、そしてこちら長崎のホームで長崎対ツエーゲン金沢の、こちらの2試合が行われますね。はい、まあ注目の2チームですよね。こちら北九州アルビレックスっていうのは、まあ結構ね、戦力の入れ替えがあった北九州と、ちょっと今年こそ昇格をっていう機運がちょっと高まってるんじゃないかっていうね、新潟の、まあ本当に北九州のね、スタジアムがね、有名なところで、こちらで開幕っていうのもね、ちょっと注目ですし、こちら長崎対ツエーゲン金沢ですよね。こちら去年の2020年度シーズンの最終節がこちらのね、組み合わせで、まさに長崎のホームでという対戦だったんですけども、まあその時は3対1で長崎の勝利だったっていうことを考えると、ツエーゲン金沢のね、サポーターとか選手たちにとっては早速リベンジが果たせるぞと、ね、そんな試合になっております。まあこちらダゾーンにね、加入してくださってる方なんかは、まあ、どっちからね、ちょっと見ようかななんてところも気になるところでありますが、やっぱりどっちを見てもね、面白いと思うので、まあ、ぜひね、注目していただけたらと思います。まあ、27日に関してはかなりね、J1 の試合も数多くありますので、こちらのね、2試合を終わって、ちょっとしたぐらいに神戸対ガンバ大阪なんていうね、まあ、ビッグゲームなんかも控えておりますから、本当にね、サッカー尽くしの1日にできるんじゃないでしょうか。そして、翌日日曜日ですね、28日にあるのは、まあ、こちらの試合なんですが、まずは1試合ちょっと早めに始まります。1時から SC 相模原対京都サンガ FC、 こちらの試合がありますね。まあ、相模原今年初 J2 ということで、まあ、そのね、相手がこの京都サンガっていうね、強豪なんですけども、まあ、こちらも本当にちょっとね、僕も前半見たいななんて思ってるんですが、まあ、相模原去年の9月半ばに負けてから、一回もね、負けてないんですよ。はい。引き分けが勝ちで進んできたということでね、負け知らずで3、4ヶ月過ごしてるということで、こちら第一節 J2 どうなるかなっていうところ注目ですね。そして2時から始まるのが、このミトホーリーホック対大宮アルディージャから、上から見ていって、ジェフユナイテッド千葉 VS ヴァンフォーレ甲府までの5試合が2時からの開始となります。こちらね、すべて左側にあるのがホームで戦うことになるチームなんですが、まあ、こちらも注目試合たくさんありますね。まあ、僕たちはジェフを応援してる番組ですので、やっぱり、まあ、ジェフユナイテッド市原千葉とヴァンフォーレ甲府注目していきたいんですけども、まあ、去年ね、ジェフはホームではね、甲府さん勝たせていただいてるので、1対0、船山選手のゴールでしたね。まあ、こちらもね、ぜひ勝ちたいなっていうところありますが、そしてこの動画でね、結構注目として挙げさせていただいている町田ゼルビアであったり、モンテディオ山形。こちらもね、町田のギオンスタジアムホームになりますね、町田の。こちらもかなり注目ですし、北関東勢ですね。やっぱり水戸ホーリーホック、大宮アルティージャ、かなりまあ近いところで、
まあ、J2 のね、歴史が長い水戸と、こちらもね、また昇格狙っている2チームですので、やっぱり注目ですし、このザスパ草津群馬、VS ブラウブリッツ秋田ですよね。2019年シーズンですかね。あの、群馬と秋田、どちらも J3 にいたということで対戦があったんですけども、まあ、2019年シーズンは、あの、2試合とも引き分けだったということでね、ちょっと調べてみたんですが、まあ、でも、2020年シーズンかなり躍進した秋田、そしてね、チームもガラッと変わってね、クオリティは絶対上がっている群馬ということでね、また違う試合が見れるんじゃないかなというところでこちらも注目ですね。そして栃木 SC、こちらもね、結構チーム入れ替えが行われました。そして、あまりチームが入れ替わらなかった逆にファジアーノ岡山、こちらスタメンはね、しっかり残っていて若手選手が入ってきたという岡山、対照的な2チーム、こちらもね、あの、新しくなった栃木のホームですね。そちらでの開幕ということで、こちらもジェフを応援している側としてはやっぱりこの北関東勢の開幕戦ちょっと気になるなというところありますね。はい、そしてあのこちらの5試合の1時間後に行われるのが東京ヴェルディ対愛媛 FC、 そして FC 琉球対ジュビロ磐田、こちらの2試合ですね。はい、こちらが3時からの開幕となります。はい、東京ヴェルディ愛媛 FC、 まあ、今年ねシーズンどうなるのかと結構注目が集まる2チームの対戦が味の素スタジアムで開幕となります。そして FC 琉球ですね、こちら、まあ、僕たちの動画でね、今年どうなるのかちょっと注目ですよ、かなりダークホースになるんじゃないかってねいうような取り上げ方をさせていただいたんですが、そんな FC 琉球が戦うのは、まあ、J リーグ元 J リーガーの解説者の方々がかなり高評価で昇格候補、優勝候補にねたくさん挙げているジュビロ磐田になりますね。まあ、ジュビロもかなりね完成度が高いチームで、ずっとね補強戦線もなかなか動かない中で、まだ外国人補強があるんじゃないかとかいろいろね盛り上げてくれたチームですが、まあ FC 琉球 J2 が3年目ということでね、まあ、かなり正念場のシーズンというかね、一つの区切りとしてのシーズンになるのかなと思っていて、まあジュビロ磐田も今年こそ昇格をっていうね年だと思うんですよ。まあそんな琉球のホームで行われます試合もぜひ注目してみてください。そしてその30分後ですね、3時半から行われるのが、はい、維新ミライフスタジアムですね。レノファ山口対松本山が FC になりますね。こちら両チームとも大型入れ替えが、はい、完工したチームになりますね。まあスタメンがかなり注目ですよね。レノファ山口もディフェンスライン特にどうなるのかなっていうところ注目ですし、松本山がもね、こっちはむしろ前線がね、どういうメンツで開幕挑んでくるのかなっていうところがちょっと気になるところでありますよね。ということでね、まあこちらダゾーンにね、加入してる方はもうね、見れる限りを見て、もうサッカー尽くしのね、2日間になるんじゃないかなと。ね、そういうような日程になっておりますね。まあダゾーンに加入してない方もね、まあちょっと J2 は放送があるのかどうかってところなんですけども、地上波でですね、27日ですかね、浦和レッズと、FC 東京の試合がね放送されるそうなので、ぜひダゾーンに加入してない方もね、まあ J リーグ見ていただいて、あ、今年も開幕したんだなっていうね気持ちを味わっていただければと思います。まあ僕らはね、まあジェフが好きで応援してはいるんですけども、やっぱりそもそもサッカーが好きということでね、この日を待ちわびておりました。まあジェフサポーターの皆さんはね、別でジェフと、ヴァンフォーレ甲府の対戦前のね、いろいろね、どうなるかなっていう予想してる動画もね、出すつもりなので、そちらにもね、見ていただければと思います。では皆さん、今週末は26日、27日、28日と、ぜひね、J リーグを楽しむ週末になればなと思います。はい、ではまた他の動画で会えたら嬉しいです。柏には負けられない。